アーレイ・バークは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦のネームシップ。元アメリカ海軍作戦部長アーレイ・バーク大将に、ちなんで命名された、命名時に生存中の人命が命名された数、少ない米海軍艦艇の一隻。バーク大将は、アメリカ海軍で最も有名な提督の一人であり、収益式典に出席している。 1988年12月6日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港。1989年9月16日、アーレーバーク夫人によって浸水。1991年7月4日に収益した。収益後、しばらくは試験が続けられたが、1993年から初期作戦能力を獲得し、アドリア海へ展開している。 2003年のイラク戦争においては、トマホーク巡航ミサイルをイラク領内へ発射している。2010年8月、バージニア州のベシステムズエレクトロニクス、インテリジェンスサポートのドックに入り、近代化改修を受ける。システムの機能向上と40年への延命が図られた。2014年9月23日、アイセルに対する軍事介入に参加。から、 シリア国内の目標に対しトマホークを発射した。ありがとうございます。